んなもう知ってるかもしれない。あの3コインズから新作推し活アイテムが出てまーす。こんにちは、しゅい、どうも山ももです。ということでですね、1月の22日から3コインズでモノトーンカラーの推し活グッズが販売されておりまして、もうそれがね本当に優秀すぎではと思っているところなんですよ。今回はね、まあ、結構買ってきました。キョカリンと分けしようと思っています。一つ一つね詳しくご紹介していこうと思います。それではまずこちら、 PVC トレカホルダー、カラーはシルバー、お値段は330円。今回の推し活アイテムはモノトーンカラーということで、お店で販売されているのはブラックと、そしてねこういうシルバーのアイテムでした。そしてオンラインではウェブ限定カラーとしてパステルなピンクとブルーがありましたっていうカラー展開で、ちょっとカラーを絞って K-POP オタクさんっぽい雰囲気になってるなと思いました。黒とかシルバー似合うなっていうイメージで話してんねんけど、二次元オタクの私どないかしてね二次元の方にも取り込んでやろうと思って、使えるかなと思っていろいろ買ってきました。このトレカホルダーさ、330円でこれ見て、ほらパールのストラップもついてきます。可愛すぎでは。なんか厚紙入ってました。まあ、でも厚紙が入ってることによってで、これも一緒に入れれるってことなんじゃない？あ、入る入る。これさ、厚紙とか一緒に入ってるとさ、推しのねトレカとか、まあ、カードとかをさここに入れるときに、こうなんていうの、折れる心配がなくなりません？それがありがたいですよね。こちら横幅 63×縦幅 88mm のトレカサイズ対応って書いてます。いろんなサイズのカードを用意いたしました。まあ、これが一般的なトレカサイズですね。あの私ちょっとニーアイちゃんをね押させていただいておりまして、このしーちゃんめっちゃ可愛くない？ 54×86mm のこのトレカサイズ、よくあるチェキサイズも 54×86mm でございます。なのでこのサイズは絶対入るやろって思ってるよ。入れてみました。余裕やん。なんなら横幅全然余ってるぐらいでした。え、めちゃくちゃ可愛い。よってことでね、この 54×86mm のチェキサイズ、トレカサイズはもちろん入ります。でちょっと大きめいく、横幅が63までいけんやろ。ってことはですね、二次元界隈の皆様、パシャコレですね。こちらパシャコレがですね、横幅63、縦幅が 89mm なんですね。私これスリーブに入れてます。その状態で果たして入るのか。まあ、ぴったりめのスリーブ使ってんねんけど、あ待って、横幅は入りそう。おお、ちょっとトゲピが、あー、お顔がうまいことねハートのとこに来るようにしなあかんねんけど、あれ、おいっと、縦幅もぴったり入りました。どうでしょうか。まあでもね、これ厚紙も一緒についてくるから、このなんてやろう、お顔をうまいところに持ってきてテープとかで留めててもいいかもしれへん。あ、こっち向きにしたらいい感じや。え、かわよい。パシャコレ入る。ちょっと待って、じゃあサイズオーバーするけど、はい、アンスタオタクの皆様、パシャッツ、このアンスタのパシャッツっていうグッズがですね、 64×90mm とパシャコレよりも 1mm 大きいサイズになってるんですよ。入るのか、横幅チェック。ちょっと待って、入るかもしれへん。え、横幅結構すんなりなんやけど。入った、かわいい。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、これ他の色も展開してほしい。届かへんかな、3コインズの企画開発部の皆様。ちょっと待ってくれ、私さ入ると思ってなかった、ポシャツ。っていうことは 64×90mm 未満のものって全部入ります。他にもね、ここに用意しているこのカードたちね、パラドクスライブっていう作品のジープリっていうグッズ、これも入るし、よく見かけるウエハースについてくるカード、これも入るやろ。でメタルカードね、メタルカードも入ります。あとね、この名刺カードサイズ、ちょっと細長いやつ、名刺カードとかキャラガムステッカーとか、そういうサイズのものがですね、横幅は大丈夫なんやけど縦幅が 91mm とちょっと大きいので、もしかしたらこれを入れようと思うと飛び出すかもしれない。いきますよ。飛び出さない、飛び出さないんですけど。想像以上に収納可能なカードが多い。大興奮の幕開けやわ。ってことでね、出だしから大興奮なんですけれども、これはめちゃくちゃ優秀。他のカラーも展開されたらいいなという気持ちでいっぱいです。これいきましょう。お次はこちら、 PVC スタンドトレカケース、カラーはシルバー、お値段こちらも330円。これもね、ポケットが 63×88mm のトレカサイズ対応って書いてるんやけど、いや、もしかしてだけど入るか。他のサイズもここパカッと中が開けれるようになってまして、中にねこれまた厚紙入ってるな。そしてこれは、あ、ここにポケットがあって
で、こことここからカードが入れれるんやわ。あ、ちょっと待って、これは入らへんかもしれへん。さっきのやつよりね、なんかそこまで口が開きません。パシャッツ頑張って入れてみようかな。待ってくれ入った。だからパシャッツは対応サイズではないと思っていました。結構まあでもキチキチやで、キチキチやから取り出す時に大変かもしれへん。やっぱり後ろに厚紙入れてる方がいいかな、これ。あ、ちょっと待って、厚紙はちなみに入りませんでした。一緒についてた厚紙ちょっと一回入れてみるわ。一番奥まで入れ込むと、なんとパシャッツ縦幅もぴったりです。飛び出すとかもなかった。可愛すぎではありませんかということで、このハートの部分には入れれたんやけど、こっち側ね、こっちにも、あー入れれるね、入るね。こっちの方が楽々入れれました。で、スタンドってことはこれで立てとけるってことなんかな。なんか鏡みたいやね。パシャツ入ったわ。ただね、結構ギリギリなので取り出すときは大変かもしれへん。お尻を傷つけないようにお気をつけください。あ、でもチェキとかのサイズ感はね、もう余裕で入るわ。見て、チェキサイズはね、こんなすんなり入ります。いや、これも可愛い。やっぱシルバーのね、 Y2K みたいな感じがね好きで、だいたいシルバーを選んできたんですけど、可愛い。なんか推しが映えます。まあこれはね、ブラック、シルバー、お好きな方をお選びください。じゃあお次、はい、こちら PVC トレカバインダーカラーシルバー、お値段なんと330円。これも330円でちょっとびっくりしてんねんけど、こちらもポケットが 63×88mm って書いてんねん。これポケット20万用って書いてるんやけど、あ、こういう感じや。バインダーになってて、中20枚、このリフィルが入ってます。このリフィルは縦入れ横入れ、あ、横入れ、横入れで両面なんかな。あ、両面ではなく片面ですね。片面が空いてるタイプのリフィル。そしてここ表紙にもね、カードを1枚入れれるようになってます。この表紙にもパシャッツは入んのか。あ、パシャッツスリーブ取ったら入るかもしれないっていうギリギリ感や。はい、見てください、スリーブに入れなければパシャッツも入ります。あ、ちょっとね、スリーブ入れてないのは怖いなと思いつつも、でも 64×90mm が入るポケットのサイズでした。でもやっぱスリーブ入れてんと怖いな、怖いな、怖いな。で、こっちのリフィルの方にはパシャッツは、あ、入るやん。スリーブ入れた状態でも入りました。まあ、ちょっとね、スリーブは私全体的にぴったりめのものを使ってるので、だから入ってるのかもしれないです。うわ、ただ待って、結構キチキチやから取り出しづらい。なんとかそーっと取り出したらいけました。私ね、今ちょっとホログラムがかってるスリーブを使ってて、で、普段使ってるこのダイソーで買えるトレカスリーブ、この R10 のゆったりハードタイプのものやったら入るんかな、どうなんやろうと思って、こっちのスリーブに変えて入れてみたところ、全然余裕で入りました。なんならね、さっき私が使ってたこのスリーブよりもちょい小さめだったので、さっき試してたこの2つもこのダイソーのスリーブやったら入ると思いますっていうスリーブ事情でした。これね、リフィルが20枚入ってるから、両面収納にするとカードは40枚収納可能です。ありがたいことにバインダーやから、これはね、100均とかでこのサイズのリフィル探してきて足すこともできますね。バインダーも結構しっかりしてる。バチバチやん。はい、というわけでトレカホルダーいかがでしょうか。これもめちゃくちゃ優秀。そしてお次はこちら、どでかいやつ、 PVC フォトバインダーカラーシルバー、お値段は550円です。中はこんな感じです。ブロマイドが入るサイズっぽいな、これは。そして同じく中はバインダーになってます。6リングのバインダー、しっかり強い。ああ、ブロマイド、どれが入るかな。こちらの L 版サイズ、これをちょっと入れてみましょう。あ、え、全然余裕や。あれ、ポストカードか、これ。ポストカードサイズかっていうぐらいに余裕あるな。ちょっと待って、ポストカード持ってきます。はい、こちらはがきサイズのポストカード、スリーブに入れた状態なんですけれども、ちょっとギリギリか。あ、結構ギリギリ。私このね、ポストカードのスリーブは袋の王国で買えるはがき用スリーブぴったりみたいなやつを使ってるんやけど、それでもうギリギリです。ここ見てください。ここ、このポストカードからバインダーのこの距離がゼロ距離すぎて、ちょっとポストカードにね、変な跡つかへんかなってところだけ怖いから、これにポストカード入れへん方がいいかも。なんかグッグッて押された跡ついたら嫌やんか。やからまあブロマイドとか L 版のサイズのものの方がいいのかもしれないですね。これはジャンプ作品のフォトカードコレクションやったかな、それとかも上余白はだいぶ出るけど全然入れれるサイズ感です。
これもねリフィルが20枚入ってて、片面だけねこのポケットの穴が開いてるっていうリフィルなんやけど、1枚に2枚入れれて、さらに両面入れるってなると80枚収納が可能な、そんなフォトホルダーでございます。これよく読んだらね、 L 版用ポケットって書いてあるね。 L 版用ポケットとは書いてあるものの、 L 版サイズ入れてもだいぶ余裕はあんねんけどな。まあそんなフォトホルダーでございました。お次はこちら、押し店マルチポーチ、カラーシルバー、お値段は550円。まず表面、そして裏面は無地です。でここチャックがついてて、ここを開けると、ありがたい、こんなクッションまで入れてくれて、あ、すごい、なんかいっぱいポケットついてる。ここにもカードが入れれるようになってますね、このポケットから。そしてここもなんかポケットついてるわ。いっぱい収納できるってわけね。あ、でもこれはちょっと細長いね、ここのポケットは。ちょっと待って、細っ、入らへんかってんけど。まあ、ミニアクスタとかをちょっと入れるのはいいかもしれへん。ここは L 版ブロマイド、あ、無理やねサイズ感的に到底 L 版のブロマイドは入りませんね。ってなると、まあちょっとしたカードとかをこういう感じで入れて、おたかつするときとかね、ちょっとカフェ行くときとかいいね。まあ、こちらのマルチポーチはですね、そんな重さがないので、カードいろいろ入れて、最後このアクスタ入れて、付属のついてたこのクッション材みたいな入れて持ってもいけますね。アクスタも一つぐらいやったら全然入る。そしてこの表紙のね、表紙、このフロントの部分、ここにはブロマイド全然入るサイズ感ですね。ちなみにポストカードも入りそう。うわ、怖い、でも入れんのっていうぐらいなんか曲がりそうで怖い。でもポストカードも入ります。ちょっと奥までね入れる勇気がありませんでした。なんかあのガチのハガキとか一緒に入れてた方がいいかもしらへん。で強度を出して入れた方がいいかもしれないです、これは。うわちょっとなんか小さめのアクスタみたいな入れれるかなと思ったけど、入りそうにないですねこれ。ちょっとね厚みがあるんやけど、これアンスタのコロットっていうグッズ、入ったらねちょうどいいサイズ感であるんやけど、入らなかったですね。厚みがそんなないアクスタ、ミニアクスタとかやったら入るかもしらへんけどって感じですね、こちらのマルチポーチは。お次こちら、チェキホルダーカラーピンク、お値段330円。中はですね、はい、こんな感じです。このさ、ハートのカラビナめっちゃ可愛くない？これはどうして開けるんだい？ちなみにこれはね、ハードケースじゃなくってソフトケースですが、はなんかこんな感じちょっと待って、これで伝わってんのかな。本体裏側のカバーを取り外してから、お手持ちのカードを位置に置いてください。本体裏側、あ、なんかハマってんねや。こうスライドで取るとかじゃなくって、ここにハマってるから、これをこうやって取るんや。はめ込みスタイルですね。裏面取ってここにカードを置くらしい。チェキサイズ 54×86mm 対応って書いてるから、パシャツはね全然入らないですね。ということで、こちらのチェキサイズ、トレカサイズ、これは入るってことね。スリーブに入れた状態でも入った。ちなみにいつもチェキ系を入れるスリーブは、あのセリアに売ってるサンノートさんの UV カット 85% みたいなやつを使ってます。だからちょっと透明度は下がるけど、推しをね日焼けさせたくない方、ちょっと UV 入ってるやつおすすめです。でそのスリーブに入れた状態でパカッとはめて、できました。かわいい、こんな感じで入った。このトレカで使ってるスリーブ、同じスリーブを使ってるものなので、このパラライの G-ブレっていうグッズも入ると思うねんな。なんかいけますね。どう？え、かわいいな、ゆたくん。え、よい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 、チープリ入る、これちょっと大きくなるけど。ウエハースは、あ、入る。これも私ぴったりのスリーブ使ってて、袋の王国で買えるやつ、それ入ります。えいちゃん、お顔にハートがかかっちゃうけど入ります、ごめんね。ちなみにメタルカードはもう無理か。メタルカード横幅59やもんな。無理でした。そりゃそうですね。今ご紹介したチェキホルダーはもう1種類あったので、よかったらねそっちは見てみてください。お次こちら、チェキフィルム5枚セット、お値段330円。これもねチェキサイズ対応って書いてあって、スリーブと一緒に入れて使えばいいんかな、そういう使い方で合ってるかな。そしてね、これ今気づいてるように見えるけど、あれやね、フィルム貼ってあるね、フィルム剥がして使うやつやね。かわいい、
めちゃ良い。ちょっとごめんね、これ文字が私のメモがちょっとダサく見えちゃうからちょっと隠して。え、良いね。一気にカードが華やかになるわ。生身のカードと一緒に入れると傷つかへんかなって思ってしまう人なんやけど、こういう使い方ですかこれは。ということでね、こちらもなんかちょっとおしゃれな可愛いデザインのものが出てるので、よかったら見てみてください。じゃあお次、これ交換で使えるアイテムみたいなのが売られておりまして、現地でねそんな交換することはないけど、交換目的じゃなくても使えるくないと思って、こちらがですね TVC 推し交換トレカケース、カラーがブラック、まあ、これはねブラックのみでした。シルバーはなかった。6個ポケットで 63×88mm のトレカサイズ対応って書いてるので、ワンチャンまたパシャツ入るのではと。どうやろう、入ってくれたらいいな。開きます。ドゥルルルルーン、わーこんな感じ。あ、これ裏ね、逆ね、こっち。だからこうやってで交換探すよってこと。私このカード持ってるんです、ボトム誰々ですみたいな感じで交換を探すってこと。今回私買ってないねんけど、ホワイトボードも売ってて、それと合わせてね使ったりするんやと思うんやけど、これさ単純にさカード持ち歩くのによくない？私いつもねこういうアクスタポーチに持っていくカード5枚ぐらい重ねてぶち込むタイプなんですけれども、これよくない？カードだけ放出ケースに挟んだりせんでもいい、交換目的じゃなくても使えるオタ活アイテムです。これ本当にありがたいです。パシャッツが入るのかどうか。え、全然余裕。見て、 64×90mm よりも大きいサイズのカードも入ります。優秀、だいぶ大きく作ってくれてる。この中にカードを入れまして、めっちゃ良い。これこれで折りたたんでこんなコンパクトになるわけじゃないですか。でこれをカバンに突っ込んでおく。うわこれ他のカラーも欲しい。これ自体も推しカラーにしたいわがまま。せめて白も欲しいなと思いました。他のカラー割り展開が難しいのであれば、持ち運び用としても日頃から使えそうな、そんなアイテムでした。でもう一つ交換アイテムで気になったやつを買ってきた。こちらは推し交換ボード、カラーブラック。こちらもねカラーはブラックのみでした。で折りたたみ地のサイズが縦 26.5×横幅が 32cm、 結構大きめのサイズ感です。こちらストラップもついてます。そして中開けるとこんな感じ。すげえ。こうやって私交換求めたことないからさ、でもこれめっちゃ便利ちゃう。でここにこの先ほどのこれもこうやって乗せれるってこと。ここに缶バッジとか乗せたりもできんちゃう。重さがあるものを置こうとするとちょっとふにゃんとはなる。だいたいみんな交換すんの紙類か。こう感じですか。維持でも缶バッジ交換しようとするやつ、やっぱさ缶バッジ交換が多くない？するとねちょっとここがふにゃんとはなるよ。私だから交換の用途じゃなくってまたこれもコラボカフェとか行ったりするときとかに使えるかなと思って。ちょっと待って、これあれない、ここに入れれるな。ここにこうやってで入れたりもできるってこと。コラボカフェさトレーディング行為禁止されてない場合もあるやんか。そういう時とかにもねなんか使えそうよね。コラボカフェに行くと特典を狙ってやっぱりドリンクとかいっぱい飲んだりするから、コースターとかを収納できて、そしてたまにあるなんかちょっと大きめのシートランチョンマットとかさ特典で出たりするやんか。そういう時になんか使える折れたりしないやつがあればいいなと思ったんやけど、そっちでも使えそうやなって思ってます。これもなんかね全然重たくないからよかったら見てみてください。じゃあお次、うちはペンライトあたりに使えるアイテムご紹介していきます。それではまずはこちら、アニマルペンライトカバー。3種類で出て3種類とも買っちまいました。こちらそれぞれお値段は330円。うさぎちゃんと猫とクマです。 K-POP のペンライトって丸型が多いよね。だからこういうのつけたりする方が多いんかな。丸型のペンライトアンスタでも出てて、このサイズ感なんやけど、サイズ合うかな、使えんのかな。ちょっと一回見てみましょう。どない、結構大きいね。縫いにかぶせたりしても使えんのかなって思ったけど、ぬいぐるみやったら大きそう。アンスタのぬいぐるみ頭大きいからそれやったら使えそうかなって思うけど、この丸型ペンライトに対しても大きいんじゃない。サイズとか調整するとことかはねついてないので、あでも可愛い、超ゆるいから自分でちょっときつくしてもいいかもしれへん。裁縫頑張って。いかがでしょうか。めっちゃ可愛くなるな。私ねこれ普通にぶっ刺してこのペンライト飾っててんけど、これかぶせて飾ってても可愛いな。ただ結構ねガバガバ、見てこんだけ引っ張ったらゆとりあるから。縫いに使えんのかな、この首元っていうのここ取り外しねできひんから、ちょっとどうやろうかって感じなんやけど。アンスタ縫いね、体は小さいからね、なんとかはい通りましたね首元。あっ
ちょっと待って、ぴったりなんやけど。ワンスタヌイ絶対可愛くない？え、ようサイズ感。他のヌイやったらちょっとやっぱり大きく感じるかもしれない。頭のデカさによりけりですね、これ。やっぱアンストのねヌイに比べると他のヌイはねちょっと頭が小さいかも。体は通るな。体通してあげて、あ、いけんことはないよ。いけたわ。え、かわいい。似合ってんね。推したちがかわいい。はい、というわけでね、ペンライト以外に使うとしたらまあヌイですよね。使えました。頭大きめのヌイちゃんやったらいけます。いつぬいは入らん、入らんっていうか、でかすぎるね。ちょっとでかすぎるね、これはね。なんかおかしいことなってるね。そしてこちら、ペンライトストラップ、カラーはホワイト、お値段が550円。これどんな感じ？ペンライトストラップ、あ、これあれやね、長さは調節できません。結構短いんかな、これぐらいや。あー、なるほどね。これに付け替えて使うってこと？で、これで通して、ここの輪っかに留めるってことね。こういうことやね。どうでしょうか、ペンライト。あ、良いかも。短いかなって思ってんけど、パッて持つ分には全然良い、この長さで。え、良い。はー、いいやん。これで振ったりもできるってこと？ちょっとチャリチャリうるさくない？チャリチャリ言うね。金具と金具が当たってチャリチャリは言うかもしれへん。え、みんなこれ外すもん？これ移動中ってこと？教えて、オタク。これをつけながら振るもんなんですか？ペンライトをつけるっていうのをやったことないんですけど、はい、もしもこのまま使うのであれば振り方によりけりチャリチャリ言うかも。でもライブ会場どでかい音やから、このチャリチャリ音も気にならんのかな。まあそんなストラップもありましたよって。ちなみにこちらカラーブラックもありました。お次はこちら、ペンライトケース、お値段880円。こちらもね、シルバーにしました。パールのショルダー部分がついてきます。中を開けるとこんな感じになっております。ポケットがね1個2個ついてます。で、この中にこういう大きめのペンライトもすっぽり入るサイズ感。1個入れても全然余裕でスペースあるが、まあ、どっちかというと私が行くようなライブはキンブレ系が多いので、まあ、でもね、そんなペンライト振るタイプでもないから、だいたいいつも2本なんよ。やけどまあ大量に持っていきたいとしたら何本入るかっていうね。1,2,3,4,5、 余裕で5本入るんやけど。これ以上キンブレないが。ちょ、ペンライトチューブで数えてみよう。5,6,7,8,9,10本ぐらいキンブレのサイズ感やったら入ります。びっくり、そんな入る？これさ、自宅で保存しておきたい時にも良くない？私ね、ペンライトの収納方法まだあんま納得いってないから、なんかうまいことしたいなと思っててんけど、ちょっとこれに一旦入れとこうかな。すごいたっぷり入る。いや、ありがたいですね。こちらもね、カラーブラックもあったので、よかったら見てみてください。お次こちら、うちわケース、カラーシルバーとブラック、お値段は880円。本当に可愛くて可愛くって、そしてパールのストラップついてるのも可愛くないかい？めちゃくちゃ可愛いんだが、ちょっと見てみましょうか。ショルダーにしてみましたが、え、これでいくってこと？みんなこれぐらい少ない荷物でライブ行ったりすんの？これ斜め掛けもできるし、これちょっとショルダーバッグみたいな感じで掛けたりもできるよ。ここチャック開けます。中身はこんな感じ。こちらに収納できる内輪サイズの目安が、縦が 28.5×、 横が 29.5cm みたいなんですけど、こちらが 24.3×34.5 らしい。そのサイズは全然余裕で入る。僕のヒーローアカデミアジャンボ内輪なんですけれども、調べたところ K-POP の内輪のサイズも大体がこれぐらいのサイズらしい。横 29.5×、 縦 43cm が一般的って調べたら出てきたので、これがよくライブとかで使われる内輪のサイズだと思ってください。これは、あ、入る。このサイズ感がぴったり。え、かわいい。登録しようと。ピロアカピロアカ完結してしまう。ということで、うちわケース、よかったら見てみてください。めちゃくちゃ可愛い。このうちわを可愛くするアイテムたちがいくつか出ておりまして、可愛かったんでほぼ買ってきました。まずこのレースのやつ、フリルうちわカバー、カラーがホワイト、お値段が330円。こちらブラックもありました。そしてお次、はい、こちらアニマルうちわカバーベア、めっ
っちゃ可愛いモコモコのクマさんのうちわカバーです。で、このアニマルシリーズが何個かありまして、お次がこちらアニマルうちわカバーキャット、黒猫ちゃんです。そしてそしてこのウサギちゃんもあるんですね。アニマルうちわカバーラビット、めっちゃ可愛い。自分でさ、うちわデコったりする時もフリルとかをつけてたから、うわやっべ、私シワついてるやつ選んじゃったこちらのうちわカバーはですね、この下の部分、ここにねボタンがついてるので、このボタンをまず外し、お、すごい、半分まで開くわ。で、入れます。え、すごいぴったり、見てこのぴったり加減、めっちゃ可愛くない？無理、可愛すぎて無理。え、良すぎ良すぎ良すぎ、これマジで買いです。こんな一瞬にして可愛いうちわが出来上がるんですか？本当ですか？え、ちょっとトトロキくんにいろいろ着せてあげよう。アニマルうちわの黒猫ちゃん行きましょう。可愛いすごい可愛くなるんやけれども、え、めっちゃ良いな、ありがとうございます。これ330円はえぐすぎです。大優勝してる。え、ちょっと待って、他の大きめのうちはこの間アンスタのキャストライブスタフォニに行ってきたんですけど、その時のねうちはもう結構大きめなんよね。ちょっと合わせてみようかな。サイズ感どう？あ、入るやん、ハートのうちはもう。あ、でもやっぱ丸型うちはの方が綺麗なんかな、見栄え的に。いや、でも可愛い。いやーね、カマさんの耳がにきちゃんね。おひいさんも合わせたいな。あー、可愛い、似合うね。そしてウサ耳これはでもね、ラビッツのうちわにつけてあげてください。ちょっと丸型うちわはめてみようかわいいいや、良いです。このうちわカバーたち、特に私がおすすめしたいのはレースね。白のレース、黒のレースもあったけど、フリルが可愛すぎた。いや、ほんとね、売り切れる前にぜひチェックしてみてください。そしたらお次ポーチ。ちょっとシルバーのアイテム、やっぱ最近流行りやからついつい目いっちゃうんやけど、もうこれが可愛すぎた。もうこの宇宙服みたいな、宇宙人みたいな感じが可愛すぎて。仕切りポーチシルバー、サイズが縦 11cm、 横が 18cm、 マチが 9cm。 もうこれの中開けてみてびっくりしたよ。めっちゃ仕切り入ってんねん。わかるかな、ちょっと明るさ上げてね、見やすくしたら見えるかな、どうでしょうか。すごくないですか、このポケット数大きめの。この縫いもなんと入ります。これね、縫い一体入れてもまだこっちにもね何かしら入れられるから、ここに小さめのアクスターとか、おたかつで使おうって思ってるアクキーとか、何でもかんでも入れ込めるってわけですよ。これ優秀すぎひん？そしてこれちょっと小さめの、これいつ縫いってやつなんやけど、アンスタのこのいつぬいちゃんは縦にね2体入ります。あ、ちなみにおひいさんが履いてるこのパンツは、以前ショート動画で新大久保にあるボムカフェさんに行ったっていうのをあげてるかと思うんだけど、そこで売ってたパンツを履かせてますめっちゃ可愛くない？これあのセナとレオピとお揃いで、この間ねスタフォニでね写真撮りました。めっちゃ可愛い。ちょっと話がそれましたね。そしてこのちびぐるみっていうぬいぐるみあるじゃないですか、それもね縦に2体こんな感じで入ります。しかもこのポケットの中にこんな感じでね入ってくれるので優秀。これマジで良いわ。で、このジャンプ作品のね、ジャンプのとこで売ってるノルキャラ、これもあの余裕で入るね。え、めっちゃ可愛い。いや、ノルキャラ3体入りそうやな、この感じ。うわ、すげえ、3体入る、優秀、可愛い。もうマジで何でも使える。化粧品をたっぷり入れたい方も使えるし、もちろんこういう感じでおたかつでぬいぐるみ入れたりとか、他のいろんなグッズ入れたりとかでも使えるし、こうポケットあって真ん中仕切られとってっていう本当に優秀なポーチなので、これオンラインやったらピンクとブルーもあるから、ちょっとそっちも買おうかなって思ってます。お次はこちらのバッグ、参戦トートバッグ、カラーシルバーとブラック、お値段880円。まあ、これもオンラインやったらピンクとブルーがあるんですけど、なんと嬉しいのがここです。ここ見てください、この部分、キーホルダーとかこのトレカホルダーとかをつけれるような金具がついてます。ありがとうございます、ほんとね。わー、かわいい。他にもキーホルダーとかいろいろつけたりもできるので、自分好みにバッグをね可愛く彩れるってわけですね。それでは中見てみましょうか。中はこんな感じ、ちょっと見えにくいかな。この小さめのポケットと、そしてこのなんか大きめのポケットがここについてるんですけど、ポケットっていうか仕切りになるのかな。ここにうちわ入れれるってことか。ちょっと大きめのこのうちわ、あ、うちわすっぽり入るサイズ感、これ計算されてますね。さっきのポーチとかも入れちゃって、で、こういうポーチも入れちゃって、わー、マジでいっぱい入るこれ。あ、
裏返ってる。ちなみにこのドデカうちわケースね、この耳がついてる、これは折りたたんでやったら入れれんのかな。そうやね、折りたたまんとぐちゃってなってまうな。こんな感じですね、うちわケースに入れてたらちょっとだけ取って飛び出るかなって、そんなサイズ感のバッグです。よかったらこちらのバッグも見てみてください。お次はこちらです、マルチショルダーバッグ。お値段が1650円。こちらのマルチショルダーバッグ、このねバッグのサイズが約直径14センチ、かける縦が18センチです。でこの横についてるこのポーチ、このポーチのサイズ感は約縦が15センチで横が9センチです。約13センチのアクスタなんですけど、入るかこれ。縦15センチとは書いてるものの入らなかったです。飛び出しちゃうわえ、ポーチ15センチほんまか。ちょっと小さいかもしれへん。そしてこれ中に仕切りがあるんやけど取り外せました。仕切り取り外したら入る。うわギリ、お顔がちょっと見えへんくなりそう。あ、入ったわ、ギリギリ。あれ、ポーチ15センチって書いてるけど内寸は15センチじゃなさそうやね。この感じ内寸はちょっと小さくなるのでお気をつけください。そしてこちらバッグの方はこんな感じで口が開きます。で中にこちらもパールのショルダーがついてきます。こちらのアンスタの縫い、16センチぐらいのねアンスタの縫いなんやけど入ります。大きい縫い1体と小さい縫い2体ぐらいは入りそう。ショルダーバッグにしてみるとこんな感じ。あ、かわいい。これもねカラーブラックだけだったのでホワイトも出たらいいよな。はい、お次来ました、こちらのバッグ。たくさん入る参戦バッグ。こちらもねカラーはブラックのみでした。でサイズが約縦 44×横が36、マチが12センチとなっております。こちらなんと裏がクリアな感じになってるんですね。裏か表か、どっちが裏でどっちか表かわからへんけど、公式ではここにねうちわを入れたりしてた。うさ耳のうちわケースやったらね耳折ることになんねんけど、こんな感じでねうちわも入ります。ここにここポケットが1つ2つ、そしてサイドに1つ2つ、合計で4つポケットがついてます。中を見てみると中もね仕切りがあったりポケットがついてたりで、なんかいろいろ小分けで入れれるようになってます。この仕切られてる部分、ここにうちは入れてもいいってことやもんね。マチはこんな感じです。大容量、これはありがたいな。え、ちょっと板として使えるよね。どうやってここにね缶バッジ入れるかって考えたんやけど、板を組む時に使ってるのがダイソーに売ってるランチョンマット、これですね。ダイソーのランチョンマット 45cm×30cm のやつ、これをいつも雑貨マートの A3 の板場を組む時に使ってて、これ使えるかって思ったけど、どない？あー、なんかうまいこと組み合わせたら使えそうやね。これこのランチョンマットを縦向きに使うとするとちょっと横幅足りひんかなっちゃうから、これを横向きにしてうまいこと缶バッジ組んだら使えそうではある。画角を変えまして 57mm 缶バッジ、何個の板場みたいなんができるかなと思いまして、ちょっとさっくりではあるんですけど見てみましょう。ここねギリギリのここの幅を飛び出したりねさせたらいけるんじゃないかなって思ってんのよね。ね、お顔が見えるようにしようと思ったので、横がまず8、縦が感じでいいんじゃない ?12345678、 横8、 12345678、 8×8 の葉っぱ64の板は組めるかも。え、でかっ64の板は組めるのだいぶでかない？こんな感じでできそうですね、組もうと思ったら。ちょっと私はこのランチョンマットを使ってでイメージしてみたんですけど、まあ、他にもねやり方はいろいろあるかと思うので、まあ、参考程度に見てやってください。64もしくは横もう一個増やせるかも、横9縦8でいけるかも、72でも組めるかもしれませんということでね、そんな感じですね。板場としてもね使えそうな、そんな参戦バッグです。ちなみに生地感はねトートバッグの生地感ではなく、ちょっとつるっとした素材感ではある。そしてここ長さ変え
えれんのよな、これもうちょい短くもできんねや。うわ、優秀。長くもできるし短くもできます。いや、マジでこれもとても高機能。よかったら見てみてください。そして最後、新発売アイテムではないんやけど、クリアバッグがあったのでゲットしてきました。こちらクリアショルダーバッグ、お値段880円、サイズが約縦 22×横18cm、 マッチが8cm です。ぬいちゃんとのお出かけバッグとして使えそうやなと思って買ってみました。しかもね、何が嬉しいってこれアイボリーなんよね。お洋服着せます。あのサンリオの縫い服、このお洋服を着せてボリュームが出た状態で入るのか。ちょっとシナモンくん、耳がね大きいんですよ。あ、でも入るやん。え、ぴったりなんやけど。これあれやな、今思ったけどこの紐邪魔やな、そう思うと。どうする、反対向ける？こっち向きにするとポケットがついてるので縫い目みたいなんが出ちゃうんやけど、遠目で見りゃそんなわからんか。どうしたもんかやな、これ。やっぱそらこっちの方が綺麗やねんで。難しいね、どうするのが正解なんでしょうか。これはちょっと横向きにしてこの辺ヘアゴムで留めるとか。可愛いヘアゴムで。ちょっと一回これを輪ゴムで留めるやろ。で、輪ゴムで留めたところ、これあのセリアで買いました。これさ、いつ縫いにつけたらぴったりで、ちょっとツイッターでバズってたよねっていうヘアゴムをたまたま買ってて、売り切れ前に。もう後日行ったら売り切れててんけど、これをまあちょっとこういう感じでつけても可愛い。いや、黄色じゃない方がいい。ここはシナモンのお洋服の色に合わせてブルーにした方かな。こういう感じじゃごまかされへんかな。これでちょっと紐を横向きにしておく。ごまかせそう、これで。ここに輪っかができたからキーホルダーもつけれそうみたいな感じで、ちょっとごまかせそうでは悪くない。どうでしょうか、こんな感じで。この紐問題を何も考えていなかったのでどうしたもんかやけど、まあまあでもいけそうやね。え、かわいい。これもランチョンマットとかをこの形に切り抜いて板場にするとかでも使えそうな、そんなクリアバッグがスリコから出てました。よかったら見てみてください。あとはあれやね、縫い抜いて裏面にはなるんですけど、この裏面がね、ここクリアポケットになってるから、ブロマイドとか入れようと思ったら入れれるかも。あえてこっち向きにしちゃって、まあでも入れようと思ったらこんな感じでブロマイドも入るサイズ感です。いかがでしょうか。というわけでね、そんなクリアバッグでした。よかったら見てみてください。はい、というわけで今回は 3COINS の新作推し活グッズでした。いかがだったでしょうか。ちょっとでも参考になってたら嬉しいです。今日見ていただきありがとうございました。